ストライダー飛竜。高度な訓練を受けた暗躍集団ストライダーズの元メンバー飛竜が主人公となり、恐ろしいマインドコントロール兵器チャイムを破壊することになった。 RPG の要素を盛り込んだアクションゲームで、プレイヤーのパラメーターは敵を倒すことに成長する。パラメーターの種類はレベル、ヒットポイント、攻撃力、イーブリッドとあり、レベルは決められたいくつかの目的をクリアすることにアップする。またレベルアップするとパワートリックが使えるようになるが、使うごとにイーブリッドを消費する。つまりこれは RPG の魔法とマジックポイントの関係と考えればよい。さらにアクション要素としては、斜面走行、滑り込み、壁と壁の間を駆け上がる三角飛びなど多彩な動きが可能だ。ちなみのアクションゲームに飽きた人もこれならおすすめ。